さて、上、5月の18日、木曜日、明日でね、明日のお昼頃、退院が決まりまして、そしてこの入院を振り返ってですけど、やっぱ完全にアルコールと、また暴飲暴食が、やっぱり一番のネックだったんで、まあ、しっかりね、もうアルコールやめて、食べ過ぎないように、今後していきたいなと思っております。で、まあ、ちょっと明日ね、また弟おかんが迎え来てから来れるんでね、ちょっとお世話になったんでね、ちょっと話したいなと思っております。あと本当たくさんね、元気つけていただきました。皆さんコメント等ね、本当にありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったし、あとエニーとリナ、どうだ、ゴールデンウィーク、なかなか楽しい出来事がなかった感じだったけど、本当申し訳ないなと思っております。手紙めちゃくちゃ嬉しかったし、本当なんか、みんなからのコメントとかに励まされて、辛かった点滴もね、あとなんかいろいろ調べもやっぱそういう時にやっぱこう嫌だなとずっと思ってたけどね、やっぱ一日でも早くねこう治そうっていう気持ちになれたことが良かったなと思っております。もう今後ね、もうこんな寂しい思いをさせるわけにはいかないと思ったんで、まあ、しっかり治して、これから頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。この後はちょっと父ちゃん母ちゃんからお話をもらうんで、ちょっと感謝の気持ちをね、父ちゃん母ちゃんに伝えようかな。